ようこそお参りくださいました宮崎神社の宮司です。今日はですね、大変なことが起きました。榊が枯れました。うわ、今日はですね、あちらが本殿です。宮崎神社のご本殿で、その裏側、いわゆる鎮守の森でございます。鎮守の森からお届けしております。こちらには様々な植物が自生していたり、また植えていたりもします。神社でですね、とても重要な植物がございます。皆さんお分かりでしょうか。木偏に神と書いて榊、榊でございます。神事でですね、大変重宝しております。よく使います。その榊なんですが、えらいことが起きてます。これわかりますか。茶色です。抹茶色、変えてます。枯れてるんです。丸々一本変えてます。一本丸ごと榊が変えてます。これ尋常のことじゃないんですよ。これですね、大変驚きました。見つけた時、何せ一本丸々変えてるんです。あの榊の枝を切って、それをですね、あの玉串やひもどきで用います。で、それが枯れるということはまあまああります。これ自然なことですが、榊の木が一本丸々枯れた。これ見つけた時驚きました。まあ場所が場所です。ご本殿のすぐ後ろの榊が枯れていた。何かな、たたりかな、呪いかな、何か、それとも神様のお告げか何かかなと、ちょっと動揺いたしましたが、よくよく見たらですね、これ犯人が分かりました。こちら榊の幹ですね、下の方です。ご覧ください。これ皮がですね、剥がれてます。これ何かと言いますと、鹿です。鹿がパクパクとパクパクむしゃむしゃ、皮を食べたのかな、かじったんですよね。かじったのであろうと言われております。鹿がですね、こう榊をかみかみ、皮をかみかみむしゃむしゃして、その結果変えてしまったようです。いわゆる獣害ですね。獣による害、被害、獣害でございます。これです。で、これはですね、もう枯れてしまってどうもならないので、これはもう仕方がない、仕方がないことなんですが、では他の榊はどうなのか。境内にはですね、たくさん榊が植えられております。内政お祭りで使いますので、頻繁に使うのでたくさん植えております。それだけ榊の枝たくさん使うので、年間何百本と使いますんでね。そして他のところの榊も見ますと、これ枝の方、幹の方ですね、幹の方ちょっとかじったような跡があります。やられてますね。幸いまだ枯れてはいません。枯れてはいないんで、かじられてはいますけど、なんとか大丈夫、まだ大丈夫で、他のとこですね、こちらも榊です。こちらも榊でございます。他のところもやられてます。食べられてます。うわー、餌がないのかなって、なんか心配になるぐらい食べられております。これはなんとかせなあかんです。枯れてはないのですが、かじられている榊も結構ありました。これなんとかしないとですね、また枯れてしまいますんで、何か方法はないか。先日ですね、樹木の、お医者さんですね、樹木に詳しい専門家の方にですね、相談をいたしまして、
で、まあ榊が突然変えたので、ちょっとどうなっているのかちょっと見てくださいとお願いしたんです。まあ、そしたら、まあ鹿が食ったのが原因だということで、では何か対策はないでしょうかと伺ったらですね、教えていただきました。こちら、いわゆるですね、緑化テープと書かれております。麻紐でですね、こう何でしょう、メッシュ状に編んだものですかね。これをですね、幹にぐるぐるぐるっと巻いて、防護したらいいのではないかというアドバイスをいただきまして、で早速ホームセンターでこちら購入いたしました。これをですね、幹に巻いて、これ以上鹿が食べないように保護をする、防護するというのをですね、これから行っていきます。もう今日はガーデニングです。ガーデニングですね。ガーデニングな神主でございます。たくさんあります。たくさんありますんで、まあできる範囲ですね、やっていきたいと思います。でないとですね、榊が全滅してしまいますので、今年1本すでに枯れておりますので、これ以上、やられるとえらいことになります。お祭りができなくなりますので、危機感を持って防護保護していきます。今日も頑張っていきましょう。ではまずですね、こちらの、木からやっていきます。まずこれ開けましょうね。まあ、初めての挑戦でございます。まあどういった感じでやるのか、まあ試し試しやりながらやっていきたいと思います。このように麻のメッシュを巻いていくようですので、まあ、ちょっとまあ適当にあらかじめ切っておきましょう。チョキチョキチョキで、これをですね巻いていきます。下からいきますかね。もう食べないようにですね、もうこれ以上食べないでください。巻き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 、ちょうど鹿の頭ぐらいの位置ですね。食べやすいところあったんでしょう。不格好ですね。ご容赦ください。で巻いたらですね、麻紐で縛ります。これ専門家の指導を受けてないやり方ですので、正しいかどうかわからないんですよ。こういうやり方もあるよというので、まあ対策を教えてもらって、やり方っていうのはですね、もう試行錯誤です。はい。なんで間違っているかもしれませんので、もし詳しい方いらっしゃったらですね、ぜひアドバイスください。3箇所ぐらい縛ったら大丈夫かな。でこっちも下の方もですね、食べられてる感じがするので、こっちも巻いときましょう。チョキチョキ、はい、食べないでね、もう食べないでね、大切な木なんですよ、食べないでね。はい。で紐で結んでと。よいしょ。はい、どうですかね、1本目。はい、1本目保護できました。どうかな、これで大丈夫かな。まあとりあえずやってみてですね、まあやってみてダメだったら対策考えましょう。とりあえずやってみるの精神で、どんどんやっていきましょう。
ここも結構ひどいですね。だいぶ食べられてますね。いやいや、今まで気づかなかったですね。よくよく見てませんでした。いや、よいしょ。これはひどいですね。だいぶやられてますね、ここは。わあ、よく持ってたな。よし、保護していきましょう。
よいしょ、まあ、これぐらい太いのだとあまり被害はなさそうですね。用心のために巻き巻きしときましょうね。よし、よし、よし、よいしょ、うん、なんかぽいっぽくなりましたね。はい、一段落つきました。まだまだですね、あるんです、まだまだありますが、まあ、ちょっと時間の都合上ですね、数日かけて行っていきたいと思います。まだまだありますというか、正確なですね、坂木の本数何本あるのか私も把握しきれてないんですよ。まあ、皆さんのですね、ご自宅などで、まあ、ガーデニングなさっている時に、あの獣害、まあ、獣がですね、鹿とかがですね、幹を噛んで、木を枯らしてしまうということもあるかもしれません。もし同じようにもう木が1本獣によって食われて枯れたという方がいらっしゃれば、まあ、ぜひ今回の動画参考にしていただければと思います。とりあえずこうやって保護して、経過観察してみたいと思います。これで減っていればいいですね。これ以上変えたらですね、ちょっと困りますので、まあ、これでですね、まあ、変えずに済んだらいいかなと願っております。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタンお願いいたします。